はい、ありがとうございました。それではですね、集まりの皆さん、本当に、3時間と少し、随分長い間、お疲れ様でした。でもね、本当にいくらでも言いたいことはあると思います。だけどこの場所は長く言いたい場所だとは思いません。何とも言います。なんでこうも悪巧みをすっていうのはいつもつまんない場所にあって、つまんない佇まいで目の前につまんなそうに立っているんだろうなって、私はそう思う。好き好んでこんな場所に来たくはない。国会議事堂もそう思う、議員会館もそう思う、霞が関の各省庁もそう思う。あなたたち、どんな顔をして武器を売る話、TPP、例えば遺伝子組み換えの種をどんどん売っていこうとかいう話、体に悪いと知りながらその遺伝子組み換えの農業に必要な除草剤を売ろうとかいう話、事故が起きたら破滅的なことになることが分かっている原発再稼働の段取りで話し合い、どんな面してこのつまんない佇まいの建物の中で話してるんですか。ねえ、一度見せてもらえませんか。今さら心が麻痺してしまって、てめえの面、その時話し合ってるてめえの面鏡に映っても何も思わないですか。ねえ、今一度自分たちがやってることを思い返してみてください。全部アメコメですよ、全部アメコメ。抗議活動です。経団連に対する抗議活動です。福島第一原子力発電所の事故が起きて、そしてその事故が収束していないにもかかわらず、どの面を下げてか、活火山に囲まれたような立地、そのような場所にある鹿児島の仙台原子力発電所の1号機のみならず2号機の再稼働にも前のめっている経団連に対する抗議活動です。70年間、先の大戦から70年間、兵器など売らずに真っ当な商売をやって、それでやってきたこの国、その国、その国の方針を覆し、武器を売る武器取引の旗を振っている経団連に対する抗議行動です。その他もろもろ言いたいことはありますですが、地理がないので割愛いたします。それではお別れの挨拶に移ろうと思います。失礼します。